1ヶ月で1000人増えたら、その月の1ヶ月分の YouTube の収益で、プレネスニーカー買ってプレゼント。面白いんじゃない？もう1万人行くまでやる。12月までやる。わかった。収益いらん。じゃあチャンネル登録して、僕が頑張れば頑張るほど、毎日投稿、ほぼ日投稿すればするほど、みんながそれを見て再生すればするほど、プレネスニーカーの金額も高くなる。どうですか？よしよしよしゃん。条件は僕の YouTube チャンネル登録と Twitter フォロー、プレゼント応募しますっていうツイートをリツイート。あ、でちなみにこのツイートはまだ全然作ってないです。4811人になったらプレゼント企画が発動します。ちょっと待って、これちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと待って、もう一回考えさせて。これはね。おもろいね、これ。ええやん。アキトくん、やばいやん。これがリアル。とりあえず、1ヶ月やってみましょう。いやー、でもやばい、これは。こんなバカのこと、誰がやるん？どう考えても身削りすぎやで、これ。でも、だから面白いね、これは。あれ、今日も世界続いてんの？あれ、今日も世界続いてんの？こんにちは、アキトです。寝起きです。なんでしょうね、今日何日なんだろう。スニーカーズをやってこうよっていう気持ちです。今日はね、スニーカーズ FTC コラボダンク温泉のやつ、19日月曜日。あー、調子悪い。はっきり言って調子悪い。頑張んなきゃいけないけど精神が追いつかない。年内1万人目指して走らないといけないけど精神が追いつかない。全然追いつかないよー。どうすればいいんだろう。あー、もっと費やさなければいけないのに、時間を、もっと時間を。ちょっと待ってください。誰も待ってないけど、ごめん、ちょっと福山雅治みたいな発言してすいません。誰も待ってないんだけど、ちょっと独り言ね、独り言で言わして、ちょっと待ってね。もう一回ちゃんとできるはず。復活できる。7月までに、8月とかバリバリでやらないと。全然登録者も増えてないしね、やばいよ本当に。なんとかしないといけないから頑張るんだけど、そう、もっと頑張らないと。もっと過剰に動画ちょっとちょこちょこですけど撮ってんですけどね、編集して出すまでがね追いつかないんですよ。それでやろうと思うと、こういうちょっとスニーカーズで突発的にやらなきゃ、その日中とかにあげなきゃいけないようなことがあるでしょ。スニダンさんがなんかポップアップやってましたよね。ポップアップっていうか、何、アート展みたいな、 T シャツ何人かのアーティストさんがデザインしてみたいな、どっかと共同でやってたんでしたっけ、あの原宿のアート展みたいな。あれも行ってきて、この前の日曜日までで終わったんですよね。金土日かなんかやってて、その動画も撮ってきたんですけど、まだ編集できてないし、その前の日にも動画撮ってて、明日行きますって、前日にも動画撮ってんのに、それも間に合わず上げれず、その次アート展行って、で、そしたらその日はだから前日撮ったやつもあげないとと思ったら、その日はアート展行ったらもう疲れちゃって編集できず、んで今日ですよね。うわー、暑いからね、もうめっちゃ暑くなって、東京で言うと毎日2週間ぐらい毎日雨降り続いてたんですよ。こんな梅雨でも初めてじゃない？なんかここ何年も梅雨で、夕方、あれなんて言うんだっけ、夕方突然降るやつ、ゲリラ豪雨じゃなくて、梅雨の時に降るやつなんて言うんだっけ夕立。おー、ということで、今日はダンク FTC さんコラボのやつ、温泉をモチーフにということで、これなんだろう、創業者は日本の方なのかな、日本人、ケント上原さん。ケントって今でこそ日本人にもいるけど、そういう、その日本人のケントじゃないのかな、南西とかの方なのかな。日本の銭湯、まあいろいろあったんでしょうね。どうしようかっていう、海外が見る日本といえば何みたいな、ザ・ジャパンみたいな、いろいろありますけどね。今までにも桜とか東京タワー、マウント富士とか
いろいろ出ちゃってますから、残ってんので日本っぽいものなんだってなった時に銭湯ってなったんでしょうね。まあぶっちゃけテルマエロマエみたいな日本にしかないもの、イワシも出ちゃったし、だって銭湯って別にかっこよくないもん、ね、コラボ商品じゃなければ銭湯をイメージしたスニーカーなんて日本人誰も買わんからね。あ、ただそこを売るというのがブランドの力、ダンク、コラボ、逆にすごい。あとですね、今日ね、僕の用じゃないのにしようと思って、いや自分用じゃなくて、僕これめちゃめちゃ欲しいんですけど僕がよく好きで見てる YouTuber の方で、ちょこちょこ僕が勝手にスニーカー買いに行ったりしてプレゼント用の、三森新さんっていうほとんど天使がいるんですけどの弟さんがいて、その弟さんも最近ちょっとと噂ではスニーカーに興味を持ち始めてるとかいないとかということで、今日は三森新さんの弟さんへのプレゼントの道第1回。いやこれ何買おうかなと思って、何がいいんだろうと思って考えたんですけど、なんかすごい履いてて生きれるやつがいいなと思って、生きれるっていうかの、しかもプレネじゃなく、なんかね、そんなプレネで買ってプレゼントしても引けちゃうじゃないですか。そんなだからそれを定価で買ってプレゼントするにはどうしようかなと思ったら、やっぱりまあ定価で買えるといえばスニーカーズで当てるしかないっていうことで、今後僕はハイプスニーカーは三森新さんの弟さんの分を当てるためにスニーカーズ挑んでいきたいと思います。今後オフホワイトとかもそうだし、ダンク最近連発してるからね、別にそうでもないものは別にいいけど、そこのジャッジはちょっと難しいけどね、どれがいいのかは。ハイプはハイプでも、例えば今度出るアンブッシュダンクのコラボのストリート系スニーカー界ではよくやるこの蛍光イエロー全一色みたいなシリーズ、フィアーブゴッドとかもなんかいろいろありますけど、オフホワイトでもありましたけど、これはハイプっちゃハイプだけど、ちょっとさすがにあんまりスニーカーハマってない人からしたらさすがにちょっと履きづらいと思うんで、もうちょっとわかりやすくいい感じのやつはね、例えば今度出るので言うとアンダーカバーコラボとかね。なので今日はこれで行きましょう。抜かりなくスニーカーのサイズもしっかり言っておりますので。ただサイズ難しいですよね、やっぱり。僕はスニーカーのサイズなんてほとんどいつも自分のサイズでは買ってないんで、どうすんだろう。聞いたサイズでそのままでいいのか、ナイキってそもそも全部の作りがちっちゃいから 0.5 上げた方がいいみたいなのは聞きますよね。それでいいかな。 0.5 上げる。まあ男の子だからね。まあもしなんだったらインソールも一緒に入れてあげればいいしね。これはもはや僕はこれスニーカー界のためにやってると言っても過言ではない。というのはスニーカー女子が一人でも増えた方がいいわけでないですか、僕たちにとって。しかも天使のような人がスニーカー好きになってくれたらスニーカー界としてはいいわけですよ。この弟さんもスニーカー好きになってくれれば嬉しい、そういうことです。はい、ということで、ではやっていきたいと思います。9時になる。もうなっちゃう。なった。あれ今日、今回10分あるタイプじゃないんだ。何なんだろうね。これこそ10分のエントリー時間あったって良くない？わ、なんか一回エラーになっちゃった。え？何これ、もう一回やり直す。わ、結構時間かかってんな。9時1分になっちゃった。結構ぐるぐるしてたな。サイズは確か 4.5 か。5っていうことで、ちょっと迷ったけど 5.5 にしました。だからまあハーフサイズアップして、このシュータンの裏にね、漢字でゆって書いてあるんですよね。これはね、ダンクの FTC じゃなかったら買わないよ。95の何でしたっけ、東京モデルみたいな、富士山モデルみたいなありましたけど、日本じゃ全然売れないですからね。10分ないってことはいつ結果が来てもおかしくないのか、すぐ来んのかな。最近でも遅かったですよね。9時半とかになってたもんな。オフホワイト T シャツだけじゃないんだ、パーカーとかも出たんだ。あ、え、早っ。え、3分とかじゃない？まだ3分だよ、きっと。まだ、どうだろう、もう一回ちょっとやろう。一回こうなっちゃったらむずいかな。もう一回チャレンジしていきます。ああ、おな、7.5。7.5。一応やっとくか。弟さんサイズが表示されなくなっちゃった。マジか。あ、おー、やるやん。まあ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 。
第、ええんちゃう？ええんちゃう、ええんちゃう？第1回目はまあこんなもんか。まあね、3時のヒロインみたいになっちゃったけど。まあね、当たるまでどんどんやってったるからな。これ当たったらめっちゃテンション上がるね。なんだろう、なんか、人へのプレゼントだと思うと余計テンション上がるな。なんか、いいね。いや、当たんないけど、当たんないけど、いつか当たるもんね、これは。では最後に、急遽ゴッテムしたものを紹介したいと思います。こちらです。では開けていきましょう。いるかな？いるかな？あれ？いない。でででで。あ！見えてる！見えてるね。いるかな？いるかな？あ！足が見えてます。中に入ってるんだ。こちら。どういう体勢？これマジでね、2時間ぐらいずっとスイカ食べてた。なんかね、飛んできたの。ブーンって飛んでるから手で撃ち落として。ちょっともう返そうかなと思ってるんだけどね。買えないから。ちっちゃい。男の子とかいたらあげちゃいたいけど。またスイカ食べてるね。カブトムシってこんな赤かったっけ？赤いのもいたけど基本黒かったっていう、真っ黒の方が多いけどな。ではありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。